はい、じゃあ田中さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今からですね、トークセッションに行きたいと思います。ではですね、フリーランスとしてご活躍のお二人からちょっといろいろなお話を聞いてみたいなと思います。なので私からいくつか質問をさせてもらいますので、ぜひお答えいただけたらと思います。では、じゃあ田中さんから。ライターさんですね、田中さんは。そうですね、はい、はい、フリーのライターで働いております。はい、じゃあこれ私にもちょっと教えてほしいんですけ ど、はい、ライターさんってどんなお仕事ですか？はい、そうですね、文章を書く、まあ、大雑把に言うと文章を書く仕事なんですけれども、うんうんうん、ライターといっても本当にたくさん分野があって、例えばインタビューとか取材の記事を書いたりですとか、あと自分が体験したものを書く記事とか、あと SEO という、 こう検索順位を上げるための記事を書いたりとか、うん、コピーライティングをやったりとか、ライターといっても実はたくさん種類がある職業なんです。なるほど、まあ、だから本当に世の中にいっぱい出ている記事を書かれているということは、すごい文章力がなければダメなお仕事だと思うんですが、じゃあ田中さんはどのようなライティングのジャンルが専門なんでしょうか？はい、私は今取材やインタビューの記事を主に担当してて、人の生き方とか働き方、うん、ビジネス系の働き方とか、あとは企業さんの思いとか、お店やってる人の考えてることとか、うん、そういう働き方、生き方のジャンルで主に記事を書いてます。お、素敵ですね。ちょっとご質問が来てますね。ライターになるためにはどんなことをされています？どんなことをしましたか？元々私ライターになる前は普通の会社員だったんですね。で、会社で働いててテレビの制作の仕事をしてました。そうなんです。ただ私やっていくうちに映像でこう発信するのがあんまり得意じゃなくて、映像よりも文章書く仕事がずっとしたいなと思い出して、現実逃避にずっとブログとかやってたんですよ。で、こうやっぱこっちの方が仕事したいなと思って、うん、思い切って辞めたんですけど、うん、それまでにライターになるに向けてちょっと副業でまずブログ書くのと、うん、プラス、ランサーズに登録して、うん、単発でできるようなライティングの仕事をやって、うん、ある程度こう慣れてきた段階で辞めました。なるほど、はい、その辞めたきっかけっていうのは、あ、なんとなくこう、はい、自分でやっていけるかなと思ったからですか？あ、でも全然まだ実績もなかったんですよ。でもなんかもう失うものはまだ何もないなっていう年齢だったので。おそうなんです。で、まあ、失敗しても最悪戻ればいいなっていうのと、あととりあえず1年は生きれる貯金をしてたので、もうやりたいと思うんだったら今が一番いいよなと思って辞めました。素晴らしい勇気ですね。真似しないでください。でも、やっぱりフリーランスだとか開業するってこう一つ一歩勇気が必要なところがあるのかなと思いますよね。あ、なんかもう一つ資格が必要でしたかって。資格は特にライターはなくて、うん、ただ、まあ、基本的な日本語力といいますか、そういう身を張る部分は本を読んで勉強したりはしましたね。なるほど、はい、やはりその自分でねお仕事をしていくとなると、自分で相当努力をしながら、お客様も見つけていきながら活躍されてたんだろうなということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次は前田さんに聞いてみましょう。今どんなお仕事をされていますか？今はビズロボのご存知の方も多いかと思うんですけど、マイヤの中でやっている、ビズマのプロジェクトをまずお手伝いをしているというのがまず一つと、まあ、あとは他のクライアント案件で在宅で、リモートで接続しながらロボを作っていくっていうプロジェクトをやっています。なるほど。じゃあマイヤでお仕事を一緒にしてくださっている前ってどんな感じだったんですか？まあ、もともとは、SE だとか、まあ、IT 監査とか、うん、IT 周りの仕事を10年間ぐらいはもともとやっていて、うんうんうん、でその後に結婚と転勤で、
まあ、同じぐらいだけ9年ぐらいかな、ずっと専業主婦をやっていて、で、まあ、転勤でまた東京に戻ってきて、うんうん、さあ何やろうかなっていうところで、まあ、子供もいるしちょっといろいろ制限がある中やれそうなものを探してた時に、ちょうどこのマイヤーの RPA のラーニングが始まるというお話を聞いて、あ、その前にそうです、あのワリスさんにも登録したんですね。あ、そうですね、私は、うん、でそこで紹介されて、でこの出来たてほやほやのラーニングを受けたところからもうそのまま RPA の道に入ってきているっていう感じ。なるほど。ちなみに前田さん AI も学ばれてると思うんですけども。そう、あ、はい、そうですね、うん、そういう最新テクノロジーに興味がありますか？まあ、興味はあると思います。まあ、技術力はまだなかなか追いついてはきてないんですけど、うん、でもまあ実際時から割と興味があったというか、うんうん、なるほどなるほど、ありがとうございます。こんな風にちょっと2人が多分そのこの今のお仕事をされているきっかけだとか、まあ、全然全然違うとは思うんですけども、まあ、でも共通していることはお二人でご自身になっている仕事で、まあ、独立されたというか開業されたというのが多分共通点なのかなと思いますね。ではですね、ちょっとここでいろいろとお仕事の内容だとかも踏まえて聞いてみたいんですけども、田中さん、フリーランスになって、うん、よかったなと思うことってどんなことがありますか？よかったな、そうですね、やっぱり自分のやりたいことをこう自分で決めれるっていうのはとても私にとっては合ってたなってすごく思います。なるほど。やっぱりその昔会社で働いてた時はそうではなかったんですか？はいはい、いや、あ、そうですね、楽しかったんですけれども、ちょっと自分なんでしょう、なかなか興味のないジャンルとかも、うん、まあ、もちろん当たり前なんですけれども、うん、があったりとか、あとちょっと割と拘束時間が長かったりとか、うん、そういうのもあったので、自分でちゃんと掴み取っていけるというか自分で選べるっていうのはすごく視野が広がったのと、うん、自分にとっては何でしょう、無理なくずっと続けられる働き方だなと思ってます。なるほどなるほど。普段じゃあちょっとどんな感じの生活スタイルで働いてらっしゃるんですか？基本的には平日朝からそういう時は晩まで働いてて、あんまり変わらないですね。でも働くスタイルは、うんうん、忙しい時は全然夜まで働いてるんですけど、土日祝はなるべく休むようにいう感じです。なるほど。ちなみに働いてる場所っていうのはどこが、どんなところで？今は自宅が多いですね。うんうん、独立当初はもうカフェとかコワーキングスペースが多かったんですけど、今はだいぶ落ち着いて家でやることが多くて、飽きてきたら外に出てることが多いです。なるほどなるほど。すごい、そういう生活スタイルってどうですか、はい、楽しい？そうですね、私には合ってたなって思います。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと前田さんにも聞いてみましょう。じゃあRPA 女子になって良かったなと思うことはどんなことがありますか？家族にいろんな突発的なことが起きてもそれに割と柔軟に対応できるというか、それが一番大きいかなと思います。あと、まあ、家にいてもでも他の社会とか他のメンバーとかとつながれている感もある仕事なので、その両方があるのがすごくいいなと思います。なるほど。家族は今どんな感じですか？ RPA 女子をやっていることに関して応援をしてくれてる感じ？多分子供たちがいない時間に大体仕事をしていることが多いので、また寝てる時とか、だからあまり子供たちは私が仕事をしているのはそんなに意識してないんですよね。そう、朝一が来て初めて、あ、ママが何かをしていたらしい。なるほど。それまで知らなかったと。普通に家にいるので、そこまで意識はしてないんじゃないかなと思います。なるほど、それすごかったですね。本当にとてもバランスが取れてるなと思います。なるほど、面白いですね。バランスが取れるっていうのは結構やっぱ女性にとっては大事なんではないかなと思いますよね。
じゃあ逆にフリーランスになって苦労したこと、辛かったことっていうのは田中さんどんなことがあります？そうですね、あでもやっぱ納期が重なってると納期ですね。ライターなのでやっぱり原稿を書かなきゃいけないので、それが重なったりとか、なかなか時間が取れない、やばい、いい文章が浮かばないときはかなり辛い楽しいですけど、終わりの見えないゴール感がゴールが見えない、生みの苦しみ、そうですね、まあ、なかなか、あ疲れたってなりますけど、全然嫌ではない。なるほど、なるほど。ちなみにフリーランスとかになるとご自身で仕事を見つけていかなきゃいけないと思うんですけども、そういうので苦労されたことはありますか？はい、そうですね、最初は結構苦労して、最初ずっとランサーズを使って、今もちょっとぐらい使ってるんですけど、全然見つからなくて、そうですね、提案とか応募の連続だったので、最初はすごく大変でした。そっか、応募でオーディションみたいなのがあるんでしたっけ？書類選考って、ね、書類選考、はい、なるほどなるほど、それは大変ですよね。マイヤも応募システムを取っているので、そうやってご苦労されている方もいると思いますね。じゃあ一番最初にフリーランスとして決まったお仕事ってどんな仕事でしたか？最初はですね、テレビ番組のレビューを書くっていうやつを、が受かりました。本当ですか？そうなんです。まあ、前職の仕事ともちょっと活かせたので、まあ、それを絡めつつ提案したら、通って受注できたんですけど、本当にこういうのも仕事になるんだなってちょっと思ったりしました。そうですね、テレビ番組のレビューってことはこう番組を見てこう感想とか、そうです、そうです、ドラマを見てあらすじまとめたりとか感想を書くみたいなのをやってました。なるほど。それはネットで配信されるんですか？あ、そうですね、記事で、はい、あ、なるほど、興味津々。確かにある。あるよね、あるよね。なるほど、それがじゃあ一番最初の仕事だったんですね。なるほど、ありがとうございます。では隣の萌田さんにも聞いてみましょう。RPA の仕事をしてから一番苦労したこと。やっぱりロボ動かないとか。あ、ロボ動かない、なぜかわからないとか、そういう時の追い込まれた感がすごいっていう時と、あとはでもやっぱり時間的な問題というか、時間がない中でどうするかとか、そういうのがやっぱり辛いかなと。横に誰かがいるわけではないので、パッとちょっと質問ができるとかでもないので、その質問の準備とか調べる準備とか、そういうのに孤独感を感じるときはあります。なるほど、質問をするための調べるのが大変。それがやっぱり文章コミュニケーションなので結構準備が必要だなと思ってます。なるほどね。RPA 女子の皆さんの仕事の仕方としてリモートでやってる場合は、学習の時と一緒でみんなスラックでつながりながら、分からないことを聞いてそれに答えてもらって自分で進めていくケースが多いんですよね。なのでこうみんなで多分スラックですごいこうコミュニケーションを取りながら仕事をしてると思いますけども、その中逆にこうコミュニケーションを取れてよかったなとか思うことってありますか？まあでもやっぱり励まし合うじゃないけど情報を交換できたりとか、まあ、完全に一人ではないので、その辺はやっぱり心の支えがあることは全然違うなと思います。あ、心の支えがあることは全然違うなと、ですね。そうですね、田中さんは逆にそういう、こうコミュニティを作りながらコミュニティの仕事をされたりすることありますか？そうですね、最近に新しい働き方ラボで少しずつ増えてきて、そうですね、ずっと私もオンラインというか、チャットを使ってのやり取りなので、なかなか、あ、でも、そうです、そこまであまり苦労はしてないですけど、なかなかこう意図が伝わらないとかがある内容には注意しています。なるほど、なるほど。
意図が伝わらない。そうですね、やっぱりオンラインのコミュニケーションになると対面と違うので、こうどういう文章にしたら伝わるかなとかどういうタイミングで返信したらいいかなとか気にしなきゃダメですよね。なるほどなるほど。でもライターさんだからやっぱこう文章が上手なんだろうなとかって思いましたね。本当ですかね。あのすごいぶっちゃけな話を聞いてみたいんですけど、あの収入面はどうですか？収入面は、私は増えました。あのその会社時代よりもですか？会社時代よりかは増えました。それは嬉しいですね。あ、でも波はもちろんあるんですけど、あんまりこう体調悪いなとか、ちょっと今月はもう旅行行きたいから休もうかなっていうのはもちろんあって、変動はもちろんするんですけど、でもそうですね、増えたかなと思います。素晴らしいですね。やっぱりあのこう一番こうフリーランスになったりするときにこう不安だなと思うのは自分の多分収入面ですよね。そうなるとこう本当に今まで絶対決まった額を稼いでたけども、フリーランスになるとそれがいきなり保証されなくなりますから、あのすごい不安もたくさんあるんじゃないかなと。よく乗り越えてこられましたね。最初の半年は結構もう本当がむしゃらすぎてめっちゃ働き詰めだったんですけど、ようやく落ち着いてきました。なるほど。やっぱ長年のそういう経験がね、やっぱりものを言ってこういう基盤になっていくのかなと思いますね。前田さんはどうですか？どう比較しましょう。現役の時に比べたらやっぱ全然そこまではいかないんですけど、働いてる時間がもう全然違いすぎるので、ね、あの時に比べたら半分か全然それ以下なので、ちょっと比べるには比べられないかなっていうのはあるんですけど、主婦の時はなんかやっぱり自分で思った通りに使うっていう感じにはいかないというか、別に止められてるわけじゃないんですけど、買いたいものは買わなきゃいけないんですけど、なんか自分の稼いだお金で払えてない感はちょっとなんかね、モヤモヤが溜まっていくので、もう自分の稼いだお金で自由に使えるものができるっていうのはすごく嬉しいなと思ってます。いや、そうですよね。確かにこうあの家庭に入って、もし旦那様が全部働いてて、ご自身が一回子育てだとかでね、あの専業主婦をしている期間があると、やっぱちょっと気遣いますよね、相手に対して。だからそういう意味でも自分自身で作るお金とかっていうのって大事なのかもしれないですよね。なるほどなるほど。いや、こうフリーランスでも本当にいろんなあの働き方があるんだなと思いますよね。じゃあちょっとあの今お仕事のこととか聞いてみたんですけど、お仕事じゃないプライベートってどんな感じですか？プライベートは私本当に書くのが好きで、あんまり参考にならないようなんですけど、割と本当なんでしょう、プライベートとあんまり仕事の境目があんまなくて、今なんかこう本読んだりとか、プライベートでもずっとブログとかノート書いたりとかしてたりするので、すごい。なんでしょうね、まあ、プライベートでやってることが仕事にも生きたりするので、どっかに行ったりとか本を探したりとか人に話を聞いたりとかもそうなんですけど、なんでしょう、ずっと仕事してるっちゃ仕事してる感じなんですけど、どうなんですか、プライベート充実してると言っときましょうかね。素晴らしい。やっぱだから仕事と趣味が多分こう重なってるような働き方なんですかね。私の場合はそうですね、割と結構重なってて、あんまだからプライベートをこうバチッと決めてないかもしれない。なるほどなるほど。でもすごい充実してそうだからいいですね。仕事で動く日はもう平日のようにしてるんですけど、なんだかんだ土日もプライベートも本読んだりとか文章書いたりしてるので、あんまりすごいですね。やっぱりそういう地道な努力が身に結びついていくんでしょうかね。なるほど、ありがとうございます。前田さんはプライベートはどんな感じで？いや、実はプライベートってなんか定義が難しくて、普段プライベートって仕事してる人が家でや、いる時間のことを言うと思うんですけど、主婦に一回なった身としてはそういう社会もあるから、
家族とか社会の地域とかの中でいる私にとってプライベートは仕事の時間なんですよね。逆にね、なるほど。なので、うん、あんま完全にプライベート、うん、本当の私一人のプライベート多分ないです。ゼロ、うん、睡眠時間ぐらいかお風呂。なるほど。世の中のお母さんはそういう意味では大変ですよね。だから本当にがっつり会社でも働いて子育て家でしてる人は全然過労死レベルだと思います。いや、そうですよね。確かに。え、逆にその主婦業、その子育ても踏まえて旦那さんの面倒見るも踏まえて、なんかすごいしんどいなと思うことありますか？やっぱりいろんなタイミングとかいろんな出来事って重なることが多いので、そういう時にちょっと疲れたなと思うんですけど、でもまあ今両方とも自分で選択したものなので、まあそこまでストレスにはなってないかなと思います。もう素晴らしいですね。でも多分そのうちのメンバーさんも RP 女子の人もそうですけども、やっぱり結構その仕事と家庭の両立がすごく難しくて悩まれてる方がたくさんいるような気がするんですよね。それって原因は何なんですかね？ずっと同じには多分いけないから、変化が難しくなってるのかなとは思うので、別に性別とか年齢とかあんま関係なくて変化ができるようにしときたいなとは思ってます。変化が難しい、そうですね。女性の場合はですね、多分そのライフスタイルでも全くもって働き方も時間の取られ方も全然変わってくるような人種なので、本当その時その時の自分のそのステージによって本当に働き方を選択していく必要があるんではないのかなと私も思ってるんですけども、やっぱりそれってその人の価値観だとか大事にすることによって多分パスキャリアだとかプライベートもその人生も変わってくるのかなと思いますけども、大変。田中さんはこれからどんな感じで、ちょっとこう生活というか。そうですね、やってきたんです。でも本当に難しいなと思ってですね、ライフバランス的なところは。私は仕事が好きなので、でものめり込んでしまう部分があるので、なかなかそのバランスがすごく難しいなと思ってるんですけど、でもちゃんと在宅でできるようにとか、例えばこうライフスタイルで大きく、暮らしが変わったとしても自分でちゃんと稼げるとか、自分で道を切り開いていける力は今のうちに養っていきたいなっていうのはあるので、今のうちに何でしょうね、ちゃんと将来のことも考えて、基盤作りはしっかりしておきたいなと思います。すごいしっかりされてますよね。そのこう自分の生き方とか方向性が明確というか、なので多分今の道を選択されているのかなっていうのはすごい分かりますね。なるほど。やっぱり前田さんはどうですか？結構バランスを持ってこういろいろ仕事も家庭のこともされてますけど、今例えば下の子が年長さんで来年1年生なんですよね、ちょうど、でまた、1年生は1年小1の壁っていうのがあるので、初めはちょっと難しいと思うんですけど、そのあたりぐらいでちょっとずついろいろ自分でやりたいことを増やしていこうかなとは思ってます。なんか今聞きましたよ、子育てが終わったら外で働きたいと考えられますか？はい、もう全然 200% 外で働きたい。私家でやってて今バランスが取れててとてもいいんですけど、外に行きたいです。家嫌です。家のことをやらなきゃいけないものが見えるから見たくない。家事したくなりますよね。外に行きたいんです。人に会いたいんです。もともとはそうなんですね。そうなんです。人とお話ししてる方が全然いいんですけど、今ほとんどもう8割9割ロボと話してそれ違うよって言ってます。どうしてエラーなのちゃんと言ってごらんって言います。なるほど
なるほど。いや外でね、でもあのお子さんがもうちょっと大きくなったらさらにそれは可能性としては高くなりそうですかね、うん、そうなんです。なのでまあそれまで、まあ、外に行くまでこうブランクを埋めるじゃないですけど、うん、家でできることでその後につなげられる何かをいろいろ持っておこうかなっていう形で今仕事をしてます。なるほど。ちなみにあのお家の中で一旦少し退職された女性とかのお話を聞くと悩みを聞くことがあって、やっぱりその取り残された感じ、社会から自分が取り残されてすごい孤独になるんだっていうことをおっしゃってた人がいると思う、結構いるんですけども、その辺どうですか？